今日はですね、仕事と、勉強のパフォーマンスを上げる趣味、下げる趣味ということで、実は趣味がね、大事って昔から言われますけど、趣味が、その僕らの仕事とか勉強とか人生に大きな影響を与えるということが最近いろんな研究で分かってきておりまして、じゃあそんな、その仕事とか勉強のパフォーマンスを上げてくれる趣味と下げちゃう趣味、これをご紹介したいというふうに思います。で、それこそ本当に趣味でもプロ並みに、稼いでる人ってよくいますけれども、仕事も頑張っていて、その違いなんかも今日は、ご紹介していきたいと思いますんで、ぜひ、最後まで楽しんでいってください。趣味は絶対やった方がいいです。パフォーマンスを上げる趣味ってのは2つの条件を満たす必要があります。これを満たさないと趣味がむしろ皆さんのパフォーマンスやモチベーションを下げてしまうんですよ。仕事の内容と大きく離れていないと、その趣味をいくらやっても仕事のパフォーマンスは上がりません。趣味でも仕事でもえぐい成果を出してる人って、このかけ離れてるって条件を満たしてるんですよ。趣味が仕事の内容に非常に近いものであった場合は、趣味をかなり気楽というかもはや適当にやってください。趣味でも稼ぎたいと思う人はナンバーワンを満たしてください。本当に趣味で、両方の意味で稼げます。パフォーマンスが上がることによって趣味をやればやるほど本業で稼げるようになるし、さらに、正しいですね趣味の選び方をすると、その趣味の方のパフォーマンスも上がる可能性があります。そうすると趣味でも稼げるし、趣味をやることによって本業でも稼げるしって、このダブルの収益アップをですね目指すこともできるテクニックを今日はご紹介します。で、これは別に一般の方でも経営者の方でも非常に参考になる内容ですので、ぜひですね、最後まで聞いていただければなと思います。で、というわけで今日なんですが、まず一番最初に皆さんにご紹介したいというか、覚えておいてほしいのは、趣味でがねやると仕事的にプラスになりますよとか、趣味で、をやった方がやっぱり仕事とかもはかどるようになりますよとは言うものの、すべての趣味が僕らの生産性を上げてくれるわけではないんですよ。勉強とかね、皆さんの仕事だったりだとかのパフォーマンスを上げようと思う時に、何の趣味でも効率が上がるんだったら苦労しないですよね。例えば、いや自分はこういう仕事やってんだけど、じゃあそのね趣味のね組織をやりまくって、これでねちょっとね自分のなんかこうパフォーマンス上げてやろうみたいな、あとパチンコやりまくってね趣味だからと、パフォーマンス上がるかなという風に期待する方いると思うんですが、そうはまあ実は問屋が下ろさないわけなんですよね。つまり条件があるんです。だから人によっては趣味をやることによって仕事がおろそかになっちゃうと、パフォーマンスが下がる、もうねめんどくさい、家でゴロゴロしながら書籍やりてえなーとかネットフリックス見てないなみたいな、ね、そういう人もいれば、中には趣味をやればやるほど仕事の効率がバンバン上がって大変なことになっちゃうみたいな人もいるわけなんですよ。じゃあこの違いは何なのかというのが、今日のですね放送内容になってきます。はい。で、今回の研究なんですが、シェフィールド大学が行った研究をベースにしております。はい。趣味にですね、もう本当に命がけで趣味をやりまくってるみたいな、もう趣味人間みたいな人たち129人、まあ男女混合ですを集めて行った研究です。はい。で、その趣味の内容っていうのは本当にそれこそプロ並みのロッククライミングとか、あと人によってはコメディアンを趣味でやってますとかっていう人もいたんですよ。様々な趣味を持っていたと。で、具体的にどんなポイントを調べたかというと、例えば、この参加者たちがどれぐらい、まあ、毎日というか、普段の時間を趣味に使っているのかということを記録しました。7ヶ月間、彼らが趣味に使う時間とか、労力とか、そういったものを記録したわけなんですね。だから人によっては、本当毎日必ずやってるって人もいれば、まあ、日中は仕事をがっつりね、日中とか平日は仕事をがっつりやっていても、土日は全部趣味に捧げてますみたいな、いろんなパターンが、ね、あったみたいだと思うんですけども、まあ、そういうのを、まあ、調べた。7ヶ月間における、記録というのを調べて、あとは、どれぐらい趣味に真面目に取り組んでるか、これも調べました。例えば趣味のためにがっつりトレーニングをしたりとか、もうその趣味を本当にもうプロ並みになるまで真面目にもうゴリゴリ選手かのようにやったりとかしてるかどうかみたいな、あるいはレクリエーション的になんかなんていうの、気を紛らすか気分転換みたいな感じ、仕事の気分転換みたいな感じでやってるのかとか、そういった真面目度も、チェックしております。で、あとは仕事に対して自己効力感があるか。自己効力感っていうのは自分の力で状況をまあなんとかできるでしょって思うような力、これを自己効力感というふうに言います。はい。要するにだから趣味をね、命かけたりとかいろんなことやってる人の中で、まあどういう人がまあ仕事でトラブルがあっても、まあなんとか乗り切れるっしょと。うん、なんだかんだ乗り切ってるよっていうふうに、まあ仕事に対して楽観的にね、取り組むことができてるか、みたいなことも調べてます。これなんで調べたかっていうと、仕事に対して実は楽観的な人の方がアイデアも出るし、ストレスで潰れる可能性が低いんですよ。だから仕事に対して自己効力感があるかどうかを調べることは、その人の仕事のパフォーマンスを調べる上で、非常に重要なポイントになってくるんですね。で、あとは実際の仕事における成果、仕事のパフォーマンスはどうかということも合わせて調べています。はい。まあ簡単に言うと、趣味への取り組み方が仕事のパフォーマンスとどういう風に連動してるのか、あるいはしてないのかってことを調べた。そんな研究になっております。はい。で、まあ難しいね、お話はこれぐらいで。もう結論から言います。はい。やっぱりね、趣味に時間を使えば使うほど、パフォーマンスが上がったということがこの研究から出てきたんで、趣味は絶対やった方がいいです。はい。いつもよりも、
趣味にたくさん時間を使った後っていうのは仕事のパフォーマンスが上がっていたそうなんですね。だから普段から趣味いっぱいやってると思うんだけど、忙しい時は趣味ができないこともあるし、逆にちょっと長期間時間ができたからとか、どうしてもこれやりたいからもう趣味にめっちゃ時間を使おうと思って使うことありますよね。はい。で、このでもやっぱり趣味に時間を使えば使うほど本職のパフォーマンスも増えていたというですね、研究なんですよ。これなかなか面白いですよね。普通に考えたら仕事が忙しい時は趣味休もうと思っちゃうのが普通じゃないですか。ところが逆の方が仕事うまくいくんですよ。難しい仕事が入ってるからな、時間かかりそうな仕事入ってるからなっていう時ほど趣味の時間をちゃんと守って趣味をやるということをやってあげた方が結果的に仕事もはかどっちゃうんです。だからプロテスト通るんじゃないぐらいな感じのゴルフの腕を持っているのに大企業経営してる経営者とかいるじゃないですか。あれなんかは実は近いんですよ。はい。趣味に時間を使いまくってることによってパフォーマンスが上がってると。で、その点で考えると、まあ、ゴルフとか意外と悪くないんじゃないかっていうふうにも言われるわけなんですね。ただし条件があります。ただし趣味は、この趣味、パフォーマンスを上げる趣味っていうのは二つの条件を満たす必要があります。一方でこれを満たさないとどうなるかっていうと、趣味がむしろ皆さんのパフォーマンスやモチベーションを下げてしまうんですよ。この2個の条件、たった2つを満たすかどうかで、趣味が仕事のパフォーマンスを上げるのか下げるのかっていうのを決めてしまうんですね。はい。というわけでこの2つの条件っていうのをご紹介します。一応、どっちか満たしていれば OK です。基本的には。どっちか満たしていれば OK なんですが、趣味でも稼ぎたいと思う人はナンバーワンを満たしてください。はい。で、もし、まあ、別に、趣味の方で稼ぎたいっていうよりかは、趣味は気分転換的にやって、本業の仕事のパフォーマンス上げたいと、本業を頑張りたいんだという方は、ナンバー2の条件だけ満たせば OK です。はい。両方満たすのは実はこれ、両方満たしてもいいんですけど、はい。両方満たしたらよりいいんですけど、まあ、一応稼ぎたいんだったら、2は満たさなくてもいいです。1だけ満たせば OK です。はい。で、もし、まあ、その趣味で稼ぐんじゃなくて、趣味は趣味として楽しみたいっていう場合は、2だけ満たせば OK です。はい。まあ、両方満たしてもいいんですけどね、そういう方はね。はい。ということで、じゃあですね、どっちか満たせばいい条件をご紹介します。条件その1、ダダン、仕事内容と趣味がかけ離れていることです。はい。実際この研究で分かった第一条件は、その皆さんがね、やっている趣味が仕事の内容と大きく離れていないと、その趣味をいくらやっても仕事のパフォーマンスは上がりません。例えば、皆さんが普段からパソコンを目の前にしてカタカタカタってやるみたいな、パソコンを見ながらこう作業するって仕事をやってるとしたら、そういう人が音ゲーをやったとしましょう。音ゲーってわかります？ビートマニアみたいなやつ。画面を見ながらこうやって、こう、なんかこう、なんかこうね、キーボードを押したりとかするゲームですね。あれをやるとどうなるかっていうと、似てますよね、動作がね。そもそもね。目を使うし、手もこうやって同じような使い方をするし、こうするとダメなんです。ブブーなんですよ。はい。で、僕もそうです。僕多分普段の仕事で体動かさないんですよ。当たり前だけど本読んで、皆さんこうやって解説してるので、頭を使う仕事ですよね。だから僕は体を使うんですけど、そういう風に、仕事の内容と趣味がなるべくかけ離れていればかけ離れているほど、同じ脳を使わない、同じ体を使わないという点でかけ離れていると、この趣味が本業の仕事のパフォーマンスもアップしてくれるんですよ。だから、大体趣味でも仕事でもえぐい成果を出してる人って、このかけ離れてるって条件を満たしてるんですよ。はい。要するに、仕事はめっちゃ頭を使う仕事、IT とか。で、趣味が釣りとか、なんかこう肉体を使う系の趣味とか、っていう風になってる人が結構多かったりするんですよね。面白いですよね。というわけで第一条件が仕事内容と趣味がかけ離れていることです。はい。で、この1だけ満たしておいたら、2は満たさなくてもなんとかなります。はい。ただまあ両方満たしていてもいいんですけどね。はい。じゃあ、2つ目の、ポイントは何かご説明したいと思います。はい。まあどうしてもやっぱり趣味と仕事が近くなっちゃうパターンってのももちろんあるんですよ。はい。例えば僕が読書だけを趣味にしようと思ったら、やっぱりね、似てるじゃないですか、僕やってること。そうすると、趣味にならないじゃんと。じゃあ、そんな趣味としてダメなのかと。俺読書好きなんだけどと。似てるけど好きなんだよと。いう方は、第二条件を満たしてください。はい。第二条件はこちらです。ただ、真面目にやらないことです。はい。もし、趣味が仕事の内容に非常に近いものであった場合は、趣味をかなり気楽というか、もはや適当にやってください。こうしないと仕事のパフォーマンスが上がらないんですね。そう。だから、もうどっちかしかないんですよ。もう自分が趣味を本当に真面目にやって、プロ並みの成果を出したいんだったら、仕事とかけ離れた趣味を持つ。さっき言った、第一条件を満たすしか道はないんですね。で、一方でもし皆さんが、いや、プロになるほどのことはないから、でも似てるね。ジャンルなんだけれども、趣味を楽しみたいと、仕事と似てるんだけど、趣味楽しみたいというふうに思う場合は、真面目にしないことなんですよ。気楽にやらないように、気楽にやってもらって、真面目にその趣味をやらないようにしないと、パフォーマンスは上がらなくなっちゃうんですよね。はい。で、実際に、趣味の
内容が仕事に近い、要するに第一条件を満たしていなくて、と同時に、さらにその趣味に対して真面目に取り組んでしまうとどうなるかっていうと、逆に仕事のパフォーマンスが下がっちゃうんですよ。だから今皆さんの趣味ってソシャゲーって人もいれば、ネットフリックスって人もいるだろうし、YouTube 見ることは趣味って人もいると思うんですけど、現代人ってスマホ見るし、モニター見るじゃないですか。だからスマホで、趣味というか普段の仕事とかでスマホとか、パソコンとかモニターを使う人は、自分の趣味の時にはなるべくこれらを使わない趣味を持った方がいいんですよ。あるいは適当にやるっていうのがいいと思うんですけど、でもそれがやっぱり、僕らのメンタルには大事になってくるというところなんですよね。面白いですよね、これね。はい。もうこれ、まあ、これ、ヘイって話だと思うんですけども、はい。で、この現象についてはですね、簡単な説明ができまして、例えば、仕事とは全然、離れた、ですね、趣味をしてあげるとどうなるかっていうと、脳がリフレッシュされちゃって、脳のリソースが回復します。で、リソースが回復するとどうなるかっていうと、結局仕事のパフォーマンスが上がると。つまり、仕事とかけ離れた趣味が、僕らの脳を、メモリークリアしてくれて、で、このクリアされたことによってまた仕事が始まった時に全力で集中できるんですよ。だから仕事と趣味が欠かせないところが大事なんですね。それが趣味の実はいいところであり、効果なのにもかかわらず、さっき言ったみたいに仕事と似たような趣味をしちゃうとどうなるかっていうと、要するにその、脳の中の借りられてるリソースが趣味と仕事が取り合っちゃうんですよ。同じものを。で、取り合っちゃって結果的に仕事に使える脳のリソースが減っちゃってパフォーマンス下がるということなんですね。だから一番大事なのはこの仕事内容と趣味がかけ離れてるというのがまさに第一条件であって、どうしても近い場合だけ、まあ、真面目にやらないって選択肢を取るのがいいかもしれませんね。ということなんですよ。はい。で、まあね、やっぱりこう、なかなかね、趣味ができない人とか時間が作れない人って、さっき言ったみたいに時間の作り方を学べばできますし、そもそも趣味って真面目にやらなくてもいいんですよ。うん。楽に始めてもらって、あ、いいなって思ったら、まあその、ね、がっつりやるとかでもいいし、もし無趣味な方、趣味がない方は、仕事命なんだよ俺はって人はですね、逆にさっき言った第一条件を満たすように、仕事が頭を使うものだったら、思いっきり、その、ちょっとこれやってみたいな、面白いなとか、なんかこれちょっと体めっちゃ使わないみたいな、めちゃくちゃ体を酷使する。僕なんかエクストリームスポーツ好きなんで、ジェットブレードとかパルクールとかスカイダイビングとかそういうのが好きなんで、そういうのをやってみるとかがいいかもしれませんね。ぜひ、いろいろ試してみてください。